霧工作、または創始令工作とは、日中戦争打開のために、極秘で1939年12月から始まった和平工作である。大日本帝国陸軍の今井竹雄大佐が中心となって進めた。日本は1940年9月にこの工作を中止した。なお、この和平工作が霧工作と命名されたのは、 それまでの対中和平工作にはすべて植物の名が完成られていたという説と中国の理言に法王は霧の木に止まるとあるところによりそれを採用したという説がある。松崎正一はおそらくはその両方に由来する命名であろうとしている。1937年7月7日の露光橋事件をきっかけに日中戦争が始まった。 徹底抗戦を貫く蒋介石に対し、王朝明は、抗戦による民衆の被害と中国の国力の低迷に心を痛め、反共親日の立場を示し、和平グループの中心的存在となった。日本陸軍の今井武雄や影佐佐田明が進めた、王朝明工作は、しかし、王朝明の地盤と見られていた、東南諸軍から誰一人として抗応するものがなかった。そのため、 結局日本軍占領地下での政権樹立という方針に転換した。これは日本と和平条約を結ぶことによって中国、日本間の和平のモデルケースを作り、重慶政府に揺さぶりをかけ、最終的には重慶政府が和平に転向することを期待するものだった。王朝明は影佐定明に対し新政府を設置しても自分は政権に執着しないと述べており、 小解析に100歩譲っても、基本的に中国を2つに割りたくないこと、戦火によって民衆の犠牲をできるだけ避けたいことを訴えている。一方、オーラは自身の政権が日本の区別となるのではないかという強い危惧を抱いたが、同時に日本にとっては期待する全面和平への障害となるか、促進になるのか疑問でもあった。 また、王朝名工作は、対日和平派であった、河宗武と、陶器生も、和平条件が過酷であることを批判し、そこから離脱してしまった。そう資料影さとともに、この工作を推進していた、今井武夫は、王政権の樹立に力を尽くすと同時に、小介石の重慶政権との和平こそが、最終的な日中和平につながるとみて、 1939年12月末、紹介石夫人、総美霊の弟、総資料との接触を非公式に開始した。翌1940年、総種吉との会談で、差し当たって、正式な和平会議の前提を議論するための日中両国の非公式な施設による予備会談を持つことを決定した。今井はこれを参謀総長の官員の都と人、新能と、 は春六陸軍大臣に報告した。この報告はさらに昭和天皇へと上層された。参謀本部と陸軍省は、この工作を、霧工作と命名し、総資料の提案通り予備会談を開き、薄井刺激大佐、今井武雄大佐、鈴木拓司中佐らをそこに参加させた。会談は、香港で開かれたが、満州国承認問題をめぐって紛糾し、6月には、 アモイで再度会談が開かれた。日本側は南京の王朝名と重慶の小解石両政府の合作を日本が仲介すること、王、小、板垣聖志郎の三者会談を開くことを求めたが、そうは小解石本人の出席は難しいと応答しながらも会談場所として調査を指定した。7月末、重慶政府からもたらされた回答は、王、 正月作に関して日本は介入しないことや国民政府を対使とせずのこの絵生命の撤回の要求であった。同じ頃、日本では与内三政内閣が倒れて第二次この絵文丸内閣が成立した。霧工作にかけるこの絵文丸首相の期待は大きく、総資料に託すため小解析宛ての新書を用意したほどであった。しかし、新陸省の東条秀樹は、 霧り工作については極めて冷淡であった。ところが、総う種吉を名乗った人物は、実は中国側の特務機関人であったということが後に判明した。真相は日本側の少女に乗じた暴略であった。王朝明工作と並行して行われた、この暴略は重慶政府による王朝明政権への拡乱を図ったものと見ることもできる。9月。 総う種義は、重慶政府内で検案となっているのは、満州国承認と日本軍の中兵問題であり、検案の2件は、日下和平実現のガなれば、日本側にて譲歩する以外、和平実現の見込みなしと明言したことで、1940年9月27日、帝国陸軍品派県軍は、霧工作を中止するに至った。同日、日本は、 ドイツ・イタリアとの間で日独一三国軍事同盟を結んだ。その後も、王、小政権の合作、非併合、非賠償、中国の独立をもとにした条件が行われたが、小解析は中国本土への日本軍の傍協中屯には断固反対し、一方、東条秀樹も日本軍の無条件撤退に断固反対した。年の 南部普通両インドシナ新中により、アメリカ合衆国は日本に抗議して、石油の対日輸出を禁止し、日米戦争回避のための交渉も持たれたが、11月には春ノートが提示され、12月、日米海戦に至った。石井明保中佐によれば、陸軍が、猛京、下北への中兵に固執したのは、対米交渉の破綻が目的ではなく、 アメリカは、河北の共産化の危機を理解するであろうと期待したためであったという。中国の共産化と、台米戦争は、帝国陸軍が最も避けたかった事態であり、中国の共産化を防ぐために中兵に固執したことが、逆に、真珠湾攻撃を招くこととなったのである。ありがとうございます。